皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルートネットワークのプルートを迎えでございます。よろしくお願いします。さて今回はですね、 E3 で発表された映画付きにおすすめしたいゲーム参戦を皆様にですねご紹介したいと思います。はい、まあですね、ゲームをあまり知らない映画好きの方はですね、 E3 とははてさて何ぞやというお話でございましょうが、はい、お話でございますがね、はい、まあ E3 というのはですね、簡単に言ってしまえば新作ゲームが発表される、まあ一種のお祭りみたいな感じでございますけども、はい、まあ今回の、コンセプトといたしましては、映画好きにおすすめしたいゲームということでございまして、まあ普段ですね、あんまゲームとかやらないよっていう人にもですね楽しめるような動画にしております。はい、でもう一方ですね、いつもゲームしてるよっていう方はですね、まあ映画を好きになっていただきたいということでですね、このゲームをやっていただければおそらく映画好きになるんじゃないかみたいな、そんなコンセプトで、今回の動画ですね進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、では早速ですね、 E3 で発表された映画好きにおすすめしたいゲーム参戦目どうぞ。はい、ということでですね、では早速ご紹介したいと思います。まあね、まず最初1本目はね、もう映画好きだったらたまらない作品をご紹介していきたいなと思います。はい、まあそちらはですね、スターウォーズフォールンオーダーでございます。はい、こちらはですね、2019年の11月15日に、はい、発売される、ゲームでございまして、プラットフォームの方はですね PS4 はたまた Xbox One ということで、あと PC でもですね販売されるということで、まあですね、こう手に出しやすい作品になっているんじゃないかなと思います。はい、で今回のお話というのはですね、まあ、ざっくりお話ししますと、まずストーリー的にはですね、主人公というのがですね、カルというですね、パダワンなわけでございます。パダワンというのはですね、まあジェダイの訓練生なわけでございます。はい、この、主人公カルがですね、まあ帝国に追われている立場なんですけども、帝国からですね逃げ切って、ジェダイの訓練を終えるというのがこの作品のストーリーになっております。はい、まだですね大まかなストーリー、まあざっくりしたストーリーなんで、おそらくもうちょっとね重要的要素みたいのが入ってくると思います。はい、で今回の作品の、お話という時系列といたしましては、シスの復讐とローグワンの中間ぐらいでございますね。はい、で今回のですねこのプレイ映像にはですね、ソーゲレラが出てくるわけでございます。はい、ソーゲレラはですねローグワンに出てくるキャラクターなんですけども、フォレス、トゥイティカーがですね、出演しております。はい、そのまんまでございます。はい、で今回のですね作品の見どころというのがですね、このストーリーに沿って一本道で進むのではなく、いろんなですね、惑星銀河をですね股にかけて任意の物語を進んでいくっていうのがこちらの面白いところなわけでございますけども、でですね、あのプレイ動画を見ているとですね、今までのそのバトルフロントみたいな感じのですね FPS 系ではないでございます。はい、3人称指定のですねゲームになっておりまして、やっぱりですねライトセーバーとフォースというのをですね巧みに使って物語を進めていくというところでございまして、で今回のねこのフォースの使い方が面白いんですよ。はい、例えばですね、今回のプレイ映像で見ていると、まあね敵がねこうブラスターをビュンビュン撃ってくるんですけども、まあ今で言うですね、カイロレンみたいな感じで一回ですねフォースの力を使ってそのブラスターを止めるみたいな、ピューンって止めて、でそのブラスターを止めた後に敵兵をこっちに近づけて、そのブラスター撃った、ブラスターを本人に当てさせたりとか、そういうところが面白いんですよ。はい、ライトセーバーとかもですねフォースの力を使って投げたりとかですね、まあそういうところで面白いところがあるんですけども、そのゲーム性の、バトルシステムだけじゃないんですよこのフォースという使い方。例えばですねゲームの中で見ていると、こうウン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 ですね、通路がぐるぐる回っているところをフォースでパッと止めて、そこを、止まってる間にすり抜けたりとかですね、まあそういうところでフォースの使い方がですね、いろんな多種多様で使えるんじゃないかなと思います。はい、そしてですね、スキルアップシステムみたいのもございまして、その敵をですね、倒した後にスキルを回収というか、まあね経験値を回収したりとかいうところもございまして、まあそこが面白い見どころなのかなと思います。はい、まあね作品を
を、見ているとどんなゲームなのかなと思うと、だから僕の中ではやっぱりアンチャーテッドとか、あとは、トゥームレイダーチックな感じなのかなと思います。はい、まあ、パルクールみたいな感じでこうね、壁走りとかしたりとかですね、こう壁走りした後ジャンプして、壁にこうまたがってじゃない壁に張り付いて登ったりとかね、まあそういうシーンとかも見受けられまして、で今回の作品ですね、先ほどお話ししたように一本道ではないので、謎解きとか、あとはですね、そのお宝を探したりみたいな感じの要素も入ってるみたいなんで、アンチャーテッドとかですね、トゥームレイダー、はたまたスターウォーズシリーズを好きな方おすすめできるんじゃないでしょうか。はいはい、そしてですね、続いてはですね、オリジナル作品でございます。作品はですね、サイバーパンク2077でございます。はい、こちらはですね、発売日の方が2020年4月16日を予定しているということでございまして、発売される、プラットフォームは PS4、Xbox One、 そして PC ということになっております。はい、こちらサイバーパンク2077ということで、舞台が2077年なんですけども、はい、ロサンゼルスとサンフランシスコの中間に位置するナイトシティというものが舞台になっております。はい、そしてこのナイトシティというのは何ぞやというとですね、経営破綻してしまったアメリカに代わり、企業連合がですね、北アメリカ自由州というものを設立したわけでございます。噛んじゃったよ。はい、もうここからね、もう引きつけられるでしょ。はい、まあそこのですね、北アメリカ自由州というのはね、行政から警察まで全てを、この企業というものが仕切ってるということでですね、独裁政治をしていたというところが舞台になっております。はい、そして本作の主人公というのはですね、裏稼業に精通しているまあ何でも屋さんでございます。この何でも屋さんをですね、サイバーパンクと言われているわけでございますけども、この主人公ですね、 V でございます。はい、で、ストーリーの本館というのはですね、 V、主人公 V にですね、仕込まれたバイオチップの真相を解き明かすというのがですね、この作品の、ストーリーになっております。はい、この作品ね、まあ舞台感っていうか世界観っていうのはちょっとブレードランナー、ブレードランナーのね、多分ね、初代じゃない、これかな、2049ぐらいの世界観だと思います。うん、そこまで荒廃していない感じの、ちょっと技術とかが最先端な技術がこう進んでいって、まあその中で富裕層と貧困層とかがあって、街の差別化がある。そんなようなんで、多分ね、世界観になってくると思います。はい。で、ゲーム性といたしましてはですね、この作品の売りというのは、もう圧倒的自由度でございます。はい。主人公というのはですね、アンドロイドなわけでございます。はい。で、そのアンドロイドなんですけども、自分のスキルをですね、上げたりするわけでございますね。これのね、通称がオーギュメンテーションっていうんですけども、まあ、このオーギュメンテーションっていうのは、デース X っていう作品に、使われていた表現。まあ、多分、そういう、アンドロイド業界ではそのオーグメンテーションっていうね、ワードがあると思うんですけども、まあ僕が初めて聞いたのはですね、デウス X っていう作品なんですけども、まあそこのね、デウス X っていう作品のね、面白かったところっていうのは、ミッションを進めていくのが、自分が、敵に突進するのか、はたまたスニーキングミッションをするのかみたいな、まあ自分のプレイヤーに委ねて物語を進めていくんですね。はい、ミッションというものを進めていくんですけども、今回のね、このサイバーパンク2077というのも同じ手法を使っております。はい、まあそこがね、面白いところです。自分に、自分の好みのね、スキルを合わせてスキルアップしていくみたいな感じのところがですね、やっぱりこうそそるような感じでございますよね。はい、主人公もですね、男性と女性両方選べます。そして顔とかもですね、自分の感じで、調整とかできたりするんで、まあそういう意味では感情移入とかもしやすくなっているんじゃないでしょうかね。はい、でストーリーのですね、進める前にですね、自分の、素性というか、過去に行っていたことというのを設定できておりまして、まあ今発表されているのがですね、3つなわけでございますけども、1つはですね、他の町から流れ着いた流れ物。はい、そしてもう1つがですね、こちらのですね、ナイトシティの貧困街で住んでいた、っていう過去。そしてもう1つがですね、企業に雇われていた企業戦士っていう形のですね、3つの物語から、チョイスできるっていうところになっておりますね。はい、そして、先ほどもお話しした通りですね、この作品というのはオープンワールドでございます。はい、で今回のこのオープンワールド、めちゃめちゃ力を入れてるみたいで、そのお店の中とかにも入れたりするみたいなんです。で、まあ、GTA とかでもところどころ入れたりするんですけど、それに比較がないぐらい、そのいっぱいお店に入れたりするみたいなんですよね。はい、で一方
ですね、やっぱりオープンワールドっていう移動が肝になってくるじゃないですか。その移動というのもですね、バイクで、縦横無尽に駆け巡れるみたいな感じのところでございまして、まあね、貧困街とかを走ったりすると、そこの道端にいるホームレスとかにですね、こう攻撃されたりとか、一方ですね、まあその犯罪度みたいなのがついていると警察に追われたりしてしまうというところで、まあそういうところも面白い見どころなんじゃないかなと思います。はい。そして今回のこの、サイバーパンク2077ですね、サプライズとしてですね、キアヌ・リーブスがですね出演したわけでございます。出演が決定したわけでございます。はい。そのキアヌというのがですね、まあ重要なポジションに維持してるみたいで、その主人公の先ほどお話しした、バイオチップになんかこう関連付けられている、重要な、キーパーソン的ポジションになるみたいです。はい。まあここはですね、そこまで多く、発表されていないので、まあ、情報解禁されたらですね、後々皆様にお届けしたいなと思っております。はい。そして、続いてはですね、まあ、これもね映画好きたまんないんじゃないでしょうか、マーベルアベンジャーズでございます。はい。こちらはですね2020年の5月15日に、発売されるということでございまして、皆様がですねアベンジャーズファミリーの一位じゃねえ、アベンジャーズのメンバーにですねなりきれるっていう作品でございます。はい。まあ、こちらの作品はですね、シングルプレイとコープモードプレイがございまして、コープモードプレイはですね4人1組のですねチームになって、敵と戦うみたいなシステムになっているんですけども、この作品はですね、なんかアベンジャーズが解散してしまった後のお話になってるみたいで、まあそういう意味では時系列としては多分シビルウォーの後とかになってくるのかなと思いますけども、なのでエンドゲーム後ではございませんのでご安心ください。はい。あー使えねえじゃねえかよみたいな感じにはならないので ご安心ください。はい。でね、まだそこまでね公にされてはいないんですけども、アベンジャーズのねキャラクターっていうのは10人といろいろなキャラクターがいるわけでございますけども、今回ですね紹介されているのがブラックウィドウとハルクと、あとはねアイアンマンだったんですよね。はい。で、やっぱりゲームの進め方というのが、そのブラックウィドウと、ハルクじゃ全然さ進め方が違うわけじゃないですか。はい。そのブラックウィドウっていうのは、まあ二丁拳銃でバン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 敵を撃って倒していく、まあですねちょっと走りとか速くなりながらこう敵のね攻撃をかいくぐって、倒すみたいな感じなんですけども、一方ハルクっていうのはもうムキムキでございます。ムキムキなんで、近くにある車とかを思いっきり持ち上げたりとか、戦車を持ち上げて人にこうアタックするとかね、あとはね、まあね、ハルクのこうパチコーンでございますよ。そういうのを今回のですね予告で見られたんですけども、まあそういうところで言えるのは、そのキャラクターのその得意不得意みたいのが出てくるみたいな、まあゲームの進め方っていうのがキャラクターによって変わってくるみたいな感じでございますね。はい。まあそんな感じでございますね。このマーベルはね全然ねそこまで出ていないんで、今回これもですね皆様に近日ですね発表されたらご紹介していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。ではですね、以上プルートお迎えでございました。もしよろしければですねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではですね、皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。